お前ら、めちゃくちゃおもろいゲーム見つけたで。というわけで、どうも皆さん、こんばんは、ボドカです。で、今日なんやけど、このキャッチっていうゲーム、こいつをプレイしていこうと思う。これね、みんなが想像している以上に面白い。俺が楽しくできてるスマホゲームって思ってもらったらいい。それぐらい面白いゲームです。なんで、ちょっと、こんなこと言っててもしょうがないんで、早速ゲームしていきたいと思います。どうぞ。はい、ということでやっていきましょう。まあこんな感じですね。ゲーム画面はこんな感じです。で、さっき言った内容としては、自分でね、こんな感じで、自分専用のマシンを組み立てて、相手とバトルするみたいな感じのゲームです。で、まあ言ってても分からないと思うんで、チャンピオンシップっていうモードがあるんですけど、こちらを少しやっていきたいと思います。基本的には放置です。自分で作ったカスタマイズしたマシンをこんな感じで自由に戦わせ続ける。やばい！おい！最初からこんなあまり？まあこんな感じでね、壁が迫ってくるんですけど、これに当たったら負けです。ということで、私の画面を見てはわかると思うんですけど、僕の負けがね、もうすでに確定しております。ああ、死にましたね。はい、ファイト2。さっきの面白くなかったんでね。やばいですね！はい！なるほど。まあね、俺の機体はもう攻撃力に全部割り振ったみたいな感じなんで、倒されなければドーンって、こんな感じでいけるんですけど、倒されちゃった場合はですね、もう一方的に攻撃を食らい続けるという最低な仕様になっております。はい、こんな感じですね。おー、危ない危ない危ない。よし、いけるぞ。オッケー。これ全部で14戦あります。で、14戦14連続で勝てば次のステップに行けるって感じですね。で、俺はまだレベル5の5ステージまでしか行ってないので、これを次クリアすれば14連勝ここでするか、次の日の、その、ランキング1位のとこにいたら、確か次のステージ6に行けるのかな？で、ファイトは全部で14戦ありますね。だから全勝しないといけないってことですね。はい、14戦。結果12勝ということで。今12勝か。この一番上のやつが13勝してますね。まあこれをね、終了まで22時間3秒とか、ここの残り時間の間に1位の人が多分いけますね。あ、違いますわ。これあれさ、タイマーが切れる前にトップ6ですね。上の6人になっていれば次のステージへ行けるって形ですね。はい。わかったでしょ？結構面白いでしょ？で、基本的に放置なんで自分は応援してるだけでいいんですよね。やっぱね、面白いのがこのタップして編集して、まあ俺はもうこれ完成形なんで今現状一番強いと思ってる自分の中でね、思ってるやつなんで会話しないんですけど、まあこんな感じでね、自分で、カスタマイズしてどんどん機体を強くさせていくって感じですね。で、ステージ、今僕が5って言ったと思うんですけど、ステージがどんどん上がっていくことにまた強化できるパーツの種類とかパーツのレア度的なものも上がっていって、カスタマイズ結構いろいろできるので、まあそこら辺も、このゲームの楽しいところではありますよね。何よりね、俺この背景が実写っぽい感じがめちゃめちゃ好きです。見たらわかると思うんですけど、まあ、若干ね、あのブラーで、ぼかしが入ってると思うんですけど、これでね、ちょっと実写っぽい感じを演出しつつ、自分たちの動いてるのは 2D のアニメーションっていう感じ。これがね、また、なんかね、雰囲気がめちゃめちゃ良くて、さすがなんか海外のゲームって言った感じですね、雰囲気的には。はい、ということで続いてですね、ギャングについて説明していこうと思います。このゲームですね、他のゲームではギルド、と呼ばれるものなんですけど、それがギャングという名前で実は存在しておりまして、まあこれ友達と一緒に作ったりして、まあチームで動こうみたいな感じですね。で、こいつに参加するのにはですね、この右上の人間のボタンをタップしてもらうと、まあこんな感じで、ギャングの画面に切り替わります。で、このギャングに入ることによって、まあ戦いの中でね、特別な報酬を手に入れたりすることがなんとできるんですね。まあなんで、この特別報酬って結構大事なものなので、まあギャングは、自分一人で始めるにしても、友達と始めるにしても、まあどっかに加入して、まあ仲間とチャットで交流を図りながらやった方がいいですね。この画面ではちょっと見せれないんですけれども、このチャット欄、左から2番目のチャットってとこを押してもらうとですね、リアルタイムでプレイヤーと交流できて、まあチャットでお話できてって感じで、みんなで、楽しさを共有できるよって言ったものになっております。で、そしてですね、このゲームにはですね、このギャングのモードで新しい協力モード、シティキングというものが追加されております。で、ここの地区ニアリー、
ニャリ地区4っていうものがあると思うんですけど、これをね、今中国のこの国破山火災みたいな感じの名前のチームと戦っております。で、俺のねこのスペーサーボックスアーみたいな感じのチームはですね、1400で今大幅に7倍ぐらいの差をつけて勝っているんですけれども、この建物を、クリックしてやることでですね、攻撃か防御か選ぶことができます。で、攻撃を押してみるとこんな感じで敵の装甲車が、表示されているので、まあこうやってね装甲車をクリックして戦うって言った感じなんですけど、なんとですね、俺さっきこの装甲車、ボコリに行ったつもりが逆にボコリ返されてしまいましてですね、VODKA の装甲車ですね、1時間15分、出撃することができません。というわけで、ちょっと偵察に行ってみましょう。ギャング全員が対戦相手のマシンとこの建物でのスタッツを一定時間確認できますということで、OK。さあ見てみましょう。敵の装甲車が表示されました。敵の装甲車はこんな感じになってますね。まあこんな感じで敵の体力が見れたりだとか攻撃力が見れたりします。で、この敵のね、装甲車の能力に合わせて自分の出撃させたい装甲車を決めて出撃させて有利に駒を進めてるっていうことも可能なので、偵察って結構ね大事な気がします。はい。そして先ほども紹介したと思うんですけれども、このゲーム装甲車を自由自在にカスタマイズすることができます。自分のマシンですね。まあ俺のマシンはね、先ほども言った通りこれで完成形なんですが、他のね、車輪を変えたりだとか、まあこんな感じでね、ドラッグアンドドロップみたいな感じで持っていってあげて、自分の装甲車に好きな武器をつけてやることが可能ですね。俺は今このサーファーってやつに、このブレードのレアリティ4のやつと、このスティンガーレアリティ4の金色のやつですね。と、ビッグフット2つつけて体力の底上げをしつつって感じで、攻撃力特化でゴリ押しの感じでいくようなカスタムになっております。そしてですね、こいつにはね、このよくわからない猫みたいな、タヌキみたいなやつが乗ってるんですけれども、こいつ自体の見た目も変えることができます。俺今なんかアロハシャツみたいなのにちょっと意味わからない変態装備なんですけど、こいつをね、こんな感じで装備して、可愛く、こんな感じでカスタマイズして、ちょっと修理屋のおっちゃんっぽく、したりだとかも可能ですね。で、追加アイテムでこんな感じでどんどん横に行けばですね、見た目も変えれるし、海賊ハットにもできるし、魔女のハットにもできるしってことでね、ステージをどんどん、進めていくことによってこういう見た目も変えることができるんで、まあここら辺も楽しみの一つではありますね。はい。そしてですね、このゲームリプレイ機能というものもありまして、試合に勝利するとですね、まあこんな感じで、リプレイというものが出てきます。で、このリプレイをクリックしてあげることによってですね、シェアをクリックしてあげることによって、この動画を、共有してフレンドを招待することができます。で、これシェアを押すとですね、まあ LINE だったり Discord だったり Twitter だったり、あとはここで普通にね、コピーしてそのまま、リンクを貼り付けたりすることができるので、ぜひともね、このリプレイの機能はおすすめなので使ってみてください。はい。続いてはですね、アルティメットリーグってやつをやっていきましょう。今開催されているリーグ戦なんですけれども、まあポイントでどんどん稼いでいくって言った、まあ普通のリーグ戦でポイントバトルをしていこうっていうモードになっております。で、このリーグ戦ってのを押してもらうとチケットを一つ消費して、まあ5枚までしかないんですけど、チケットを一つ消費してこんな感じで戦うことができます。さあ、先ほどと同じようにタップして見ていきましょう。なんやこれ、敵の新しいぞこれ。まあしかしね、近距離戦とは俺のマシンの方が強いということで、どんどん勝つごとにですね、まあこんな感じでどんどん進めていくことができます。勝負を、おー、いいねこれ。もう敵は何もできないですね。敵のマシンの組み合わせが圧倒的にアホっていう。さあ OK、 勝利。さあ次は30のための戦い行っていきましょう。これ勝てるかな。さあ頼む。うわー、敵ミサイル使ってくるパターンか。でもここのゴリ押しで勝てる。よーし、まあ、これね、ほんとギリギリの戦いになるんですけど、詰めればこっちのもんっていうのがあるんでね。さあ50のための戦い、次の対戦相手これ強そうですね。ちょっとやってみましょう。一応俺の方が体力も攻撃力も上なんやけど、なんやこいつ、は自殺志願者、あれ、ノーダメージでフィニッシュです。はい、次行きましょう。75のための戦い行ってみます。レッツゴー。さあいけるかな、これ。うわ待て、これ強そう。うわやばい、ノックバックある。うわ、いや強かったな、強すぎるやろこれ。
はい、で、レーティングを保存しますかって出てくる。で、まあ、このレート、自分のレートを保ちたいって場合はね、この上の緑色のダイヤみたいのを使って保存を押すと、まあ、こんな感じで、リーグでパワーアップできる。まあ、ここまでいったよって言った感じですね。これがアルティメットリーグになります。はい、そしてですね、このゲーム、1月中には、開催されてなくて1月中は閉鎖されてるゲームモードなんですけれども、オールスターゲームモードっていうものがありまして、こちらはスペシャルアリーナで開催されてるゲームモードです。今開催してなくて俺がちょっとプレイできないので、こちらの動画をご覧ください。どうぞ。このオールスターゲームモードでは燃えている地面や低重力、隆起など普段とは違ったステージで戦うことができます。さらに上位入賞者には豪華な景品などもあるので、やって損はしないモードとなっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。このキャッツというゲームね、結構みんな見ててもプレイしても面白いゲームだとは思うので、ぜひとも皆さんにはね、一回でもいいからプレイしてみてほしいです。なんで、ぜひともね、概要欄の方からダウンロードよろしくお願いします。で、概要欄の方からね、ダウンロードしていただけると、このキャッツですね、インストールして、で、チュートリアルをクリアすることによって、今ならなんとですね、ウェルカムパックといった初心者ボーナスの報酬が無料でもらえます。俺もこの初心者ボーナスの報酬使って、この装甲車、マシンをですね、強化したんですけど、かなり使えるので、もう絶対実際にこの URL から飛んでインストールした方が圧倒的にお得なんでね、ぜひとも皆さん URL の方からダウンロードよろしくお願いいたします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ボドカでした。最後までご視聴ありがとうございました。それではさようなら、バイバーイ。